親と思われた方も多いかもしれませんが、この上手な日本語で指導しているのが元世界チャンピオン、ブルガリアのゲオルギエバさん。そして彼女の指導のもと急成長を遂げたのが高校2年生の藤野明美です。1年間本場ブルガリアに留学して帰国したばかりなんですが、本場仕込みの豊かな表現力と柔らかい体を生かした演技で4種目とも高得点をマーク、堂々の2位に入り、オリンピック代表の座も夢ではなくなってきました。この二次選考会で圧倒的な強さを見せたのが秋山エリカです。この棍棒では難易度の高い技を織り交ぜながらもミスのない完璧な演技を披露します。この種目 9.90、 この日最高の得点をマークした秋山は4種目すべてでトップを奪いました。6月に最終選考会が行われますが、今日の演技を見る限り秋山が代表になるのはまず間違いないようです。